の吉原さくらと申します。担当する科目は就職そして起業に関する講義を担当しています。仕事を通じて自分が描きたい人生を作り上げていくことです。何をしたいかというだけではなくて、何をできるか、何をすべきか、つまり社会から何を求められているかを知ることが大事です。悩みますよね。はい、私から申し上げたいのはですね、分からない時にこう無理に決めなくても大丈夫ですよということをお伝えしたいなと。アメリカで一般人を対象とした、2000年代に行われた調査によりますと、18歳の時になりたいと考えていた、職業に就いた人っていうのはなんと 2% しかいなかったと。それなのにですね、夢を持ってとか、ずっと一つのことを、目指す人はかっこいいで、夢を言うと今度は反対されるね、それってちゃんと稼げるのとか、あなたに向いてないんじゃないのとか、私はそれを夢ハラと呼んでまして、でも実際にはですね、こう夢に向かって頑張ってる時とそうでない時で、また夢を見つけて頑張ってっていう形でこう繰り返されているというのが割と現状かなというふうに思います。自分の中で答えを探そうと思って延々と悩み続けてもですね、新しい情報を入れに行かないといけない、まさに出会いに行くと私は呼んでいるんですけども、実際ですね、スタンフォード大学 のクランボルツ博士という方がですね、プラントハプンスタンスセオリー、計画された偶発性、成功したビジネスマンの8割の人が自分のキャリアは予期せぬ偶然の出来事によってこう切り開かれたというふうに答えています。皆さんも経験ないですか？例えば部活何しようかなと迷っている時に、偶然こう通りかかった、ね、先輩から勧誘されて入って、で入ったらすごく楽しかったとかですね、やりたいこと探してて、目の前の看板の、ね、文字とか、あとその時に、見ていた CM とかですね、なんかそういったものにこう影響されて、あって気づくことって結構あると思うんですよ。なのでやりたいことが見つからない時には、外に目を向けていただきたいなというふうに考えています。でまだ続きますよ。でその偶然に出会うためには5つの要素が大事だというふうに言われています。好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心。まさにこれって皆さんがゲームでね、何が起こるかわからないことにワクワクして冒険をしていく、でそういう気構えがいろんな新しいいい出会いを、ね、自分に引き寄せてくれるんではないかなというふうに思います。自分の人生の転機だなと思ったのはですね、大学3年生の時、同じ授業を取ってた、女の子に声をかけられて、その授業の先生のなんか勉強会に参加してるっていうことが聞いていたら分かって、であなたもそれに参加しない？聞かれたんですよ。で勉強会行ったら、なんかすごい社会人と学生がなんか心理学をこうビジネスに応用するっていう勉強会をやっていて、ですごく楽しかったんですね。やっぱり同世代から受ける刺激じゃない、なんか生のビジネスの話とか雑談とかも含めていろんな話を聞いて、で心理学を実際にもっと職場に生かしている人たちっていうのがいたんですね。でその人たちみたいになりたいなとか、憧れに出会えたっていうのが非常に良かったのかなというふうに思いました。はい、今皆さん進路で、悩むこともたくさんあるかと思いますけれども、少しでもちょっと自分が楽しいなとか、ワクワクするなっていう方向に向かって、なんか出かけていっていただきたいなと思います。お待ちしてます。